最近先週末どこだね。あ、行徳。行徳はどお江戸みこしも行った。その前はどこだっけ。金山行けよかったの。あ、まあもちろん途中でも行かなかった。お江戸にいた頃から。お江戸みこし。これは本今年にパス。金山行って佐久間行こうと思ったけど、金山が面白かったから金山ずっといた。5時過ぎまでいた。松戸の駅降りて、あそこ結構あっていっぱいあったけど、左の方を右ずっと行くと金山神社は線路のこっちの方に見越しはこっちに行くと松戸の駅ってJR の常磐線で松戸を降りて降りたらこう進行方向の左側に降りてる。来てる。ちょこっと歩いて。右側だから。右側歩きながら行ってるね。右側置いてある。歴史の歴史はある。なるほどね。この金山神社の階段のところに。どうしようかな。この下に見たと。昔はあの山頂だったんですよ。これほら電車通ってて、こういうふうにして、この方向から行ったら、どんどん行ったら、昔は電車通ってない。山頂になってた。昔は電車通ってない。昔は電車通ってない。この後は結構です。ガムテープさん、話しかけてください。はい、了解です。お願いします。一番いい方法でやってくれるんじゃないかなと思ったでもね、壊すとこないんだよ。これやると縦の話横も向かない。みんなこうやって全部痛くんじゃない。